2024年4月29日月曜日、岩井、東京、有明アリーナ、ライジン46にて行われる、ライジンフェザー級、66.0キログラム、タイトルマッチ5分 3R、王者、鈴木千尋、クロスポイント吉祥寺、VS、挑戦者、金原正則、リバーサルジム立川アルファ、の一戦を朝倉未来、ジャパントップチーム、ら自身の YouTube チャンネルにて予想した。 これは楽しみです。個人的には次やりたいと思っているので、と、対戦相手として見ても楽しみな一戦だとする朝倉。昔ですけれど俺どちらとも練習しているので、なんとなく大体分かっていて。ただ、鈴木選手の本番の勝負強さだったり、ここ最近の伸びをかみしても7対3で金原さん。かみしても、というくらい MMA の差があると思っています、と。 金原が圧倒的に有利と予想金原さん打撃もうまいのでただテイクダウン能力がそこまで高いわけではないグラップリングはめっちゃ強いです多分一回テイク取ったら立てないんじゃないかな俺の予想ね多分立てないと思う肩固めで極めちゃうんじゃないかなって印象と金原が一度テイクダウンに成功すれば鈴木は立てないのではとする ただ鈴木千尋くんってフルスイングするじゃんそこで金原さんがもらって聞いちゃわないかなとかいろいろあるのでテイクも何度も入れないだろうしある程度打撃の攻防もしないといけないので金原さんは打撃も強いんだけれど鈴木千尋ってノーモーションのストレートを打てるんだよねそれを見せてからの大振りがあるからそっちストレートに集中してしまうとこっち フックが四角になって、ピットブルなんかももらって、と、鈴木のノーモーションの右ストレートとフルスイングの左右フックの使い分けが厄介だと指摘。それでも、打撃も金原さんめっちゃ強いので、打撃だけでもそんなに差があるわけじゃない。もし立たれて疲れてっていうのが何回かあったとしたら、パーンともらって倒れるところも想像できるけれど、基本的にはテイクされたら立てないと思うので金原さんの勝利、と予想した。 そして、楽しみですね。俺は次、平本に勝って、いきなりチャンピオンとはできないと思うので負けた方とやりたいので、そこも含めて楽しみです、と、改めてこのタイトルマッチで負けた方と戦いたいと話した。同日には、愛弟子の西谷大成、ジャパントップチーム、戸高木亮パラエストラ八王子、の一戦もあり、こちらも予想。西谷君からしたら、各女ですよね。 ここれっったら大金星どころじゃないよねって話で。西谷君は決して綺麗な戦績ではないけれどブレーキングダウンで5から6戦やったりめきめき実力をつけてきた感じはしますね毎日スパーリングはしているのでどちらかというと西谷君ってレスリングが強いんですよ互角形がだんだん広がってきている感じはするけれど高木選手の方が実績も含めて実力は上なのかなと思っています 結構厳しい戦いになるんじゃないかなと思っていますけれど、アドバイスはしています。高木選手は結構癖があるんでね。右のストレートが強くて、テイクダウンディフェンスが強くてって感じで。西谷君に期待ですね。これは勝利予想はやめておきます。わら、と、厳しい戦いにはなるが西谷に正気あり、という様子。また、昨年の代々木大会で対戦した牛久綾太郎、ATT。 ケイクランと太田忍パラエストラカシワの試合にも触れ牛久選手がバンタム級に落として初めての試合やります太田選手はレスリングの化け物でテイクダウンは何回か取るでしょうねでも正直相性が悪い牛久選手は下からもあるし評価低いけれど牛久選手はしっかり打撃が強いので打たれ強いし拳が硬いんだよね 太田選手がこれも後半疲れるんじゃないかなって。テイク取っても全部簡単に取れるとは思わないし、牛久選手も柔道出身なので腰が重いから。プラス化からの極めの圧力もあるから。そういうのをしていてだんだん疲れたところに、どういう戦い方をするのかはわからないけれど、牛久選手がバンタム級に下げてどんなコンディションなのかわからないけれど、俺は多分牛久選手が判定勝利するのではないかと。 判定勝利もしくは慶応勝ちでも判定勝利と牛久の勝利を予想した。